ゆかりのマカデミラジオ。皆さんこんにちは、マカデミワッショイ長谷川鈴穂役の宮崎葵です。皆さんこんにちは、パルチェザバリアブルワンド役の福井ゆかりです。はい、この番組はアニメマカデミワッショイをもっともっと楽しんでもらうために、宮崎葵と福井ゆかりがお送りする、ルール無用のラジオ番組です。はい、まあそんな感じでですね、はい、9月も半ばですよ。あ、これさっきの台本だよね、ゆかりさっきじゃないよ、先週だよ。ちょっと1ページ上に載ってたよそんなわけでもうすぐ10月だね。もうすぐ10月かっていうことはマカデミワッショイがはじまる始まるね。始まるんですね。ついに結構この番組先撮り先駆けですねしてましたけども、すごーい、すごーい、ついになんかみんなに分かってもらえるね。うん、この内容の、そう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 、意味が、いや嬉しいな、嬉しいな、うん、第1回目は、うん、私はオフレコ現場行ったそうだよ、たか分からないんですけど、あ、そうか、言っちゃいけないんだね分かんないけど、でもなんかまあ1話でだいたいこう雰囲気をつかめる話、しかも今こう流れているこの曲もオープニング主題歌で流れますので、ねえ、すごい可愛くキャラクターたちが踊ってたりとかするから、みんなに見てもらって覚えてもらってね、振りとかもね、振りとかね、嬉しいなと思います。ねえ、はい、はい、それでは、はい、今週もマカデミーワッショイ。マカデミーワッショイ DVD 出るのである。初回生産分はブレイド、よろし特製ボックス、ブックレット、映像特典収録、しかも DVD 本編は吹き出しなのであるバージョン。DVD その1で12月25日発売、メディアファクトリー。彼女が初めて見た世界は戦場だった。You are the愛って知りたい、一つになるって知りたい。本格フラッシュアニメーションハノカがついに DVD で登場。ハノカ全編9月19日発売、後編も10月17日発売。マカデミラジオ、改めまして宮崎葵です。改めまして福井ゆかりです。さてここでリスナーさんからのたくさんのメールも紹介していきましょう。はい、だらん、嬉しいですな、ね、ラジオネームキングコンボイさんからいただきました。お、コンボイさん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ういちゃん、ゆかりん、こんにちは。こんにちはウィリン、あ、ゆかりんぐすずほはリボンを取ると急にベランメイク長になっちゃうというキャラクターだそうですが、お二人はこれをすると人が変わってしまうものはありますか。だってなんだろうな。でもゆかりん、さっきちょっと話を聞いたら、うん、車を運転するっていう、言っちゃいけないのこれ、言っていいんだけど、え、なんでなんかすごい意外じゃないですか皆さんね。なんかそういうイメージ、なんか馬車とか乗ってそうなイメージだったから、すごい妙に現実味あるリアリティがもうですね、うん、うちの近所が、うん、もう田舎で結構歩くと10分以上歩かないと、あのコンビニに行けないんですよ、意外だねなので、うん、車とかがないと、あ、移動手段がね、はい、へえ、意外、結構なんかね、田舎の人は皆さん優しくて、こうちょっと困ってるとすぐ譲ってくれたりとか、へえ、
あ、そうなんだ。でもさ、すごい緊張っていうかさ、プレッシャーじゃない？車ってきっと。そうだね。なんか私マリオカートがすごい得意なんですよ。あー、私も好き。ねえ、うん、だからできるって。あ、私もそう思ってる。ゴーカート得意だもん、私も。あ、そうなんだ、うん、そう、ね、思うよね、うん、でもね、うん、やっぱりちょっと違うかも。違うんだ。ちょっとね、私持ってないからさ。でもなんか車の免許取って車で運転してる人って人格は結構変わるって言わない？あ、結構オラオラ系になるとかさ。そうだね、ゆかりんはそういうタイプ？私はね、なんか、うん、警戒になるかも。警戒に？ちょっと警戒に。なんか、なんかマンション君はベイベーってなるかも。本当？本当？ごめんなさい、すいませんでした。あ、でもそういうノリになるんだ。なんかあんまりテンションが下がった状態で、うん、運転をすると、うん、ダメかな、ダメかなじゃないんですけど、わかんないわかんない。危ないってこと？なんか怖が、うん、逆に怖い気持ちでやっちゃいけないのかな、うんうん、と思って穏やかな気持ちになるかも、わかんないけど。でもさ、なんかさ、いろいろシールがあるじゃない？初心者マークとか、うんうん、いろいろあるよね、うん、だからなんかそういうのを見てみんなこうちょっと優しくしてくれたりとかするんだろうね、きっとね。そうだね。むちゃんは免許は？私持ってなくて、うん、欲しいなと思ってるんです。でも3ヶ月ぐらい必要だから。そうだね、なかなかうまくいけなくて。自転車とかは乗る？乗るよ。お、自転車得意だよ。得意？うん。ありがとう。私一輪車も得意で。あのね、小学生の時は一輪車で塾とか行ってたの。すごい。一輪車でどこにでも行ってたよ。買い物も一輪車で行ってた。あ、へー。うん。私も。え、ゆかりもなの？私もそういう時ちょっとだけあった。一輪車クラブだったんです。へえ、ちょっと気が合うじゃん、ゆかりん。なんか私6年間くらいずっと一輪車乗れなくて、うんうん、やっと乗れたのが嬉しかったんだよね。ごめんね、小声なの。へえ、すぐ乗れた。私もね、なかなか乗れなくて、うん、でも練習したら、うん、もう乗れるようになって楽しくなっちゃって、結構集団でね、移動してたよ、みんな6人ぐらいで並んで。一輪車集団。一輪車集団だったの。でも近所でも結構一輪車少女って言われてて。ちょっとした有名人だったよ。すごい。そう、なんか自転車乗ってるとがっかりされたもん。あれ、今日一輪車じゃないの？そうそうなの。まあ、見てみたい、そんな姿ね。え、うん、まあ、そんな話もありまして、あー、うん、意外な一面なんですけど、はい、早速、もう一つ続いて読ませていただきます、うん、こちらはですね、うん、ラジオネームカオルくんじゃなくて、かっこ呼び捨て希望さん。カオルからいただきました。はい、いきなりですが、はい、得意料理は何ですか？お、いい問題だ。いい問題。いい質問。むっちゃん、お料理とか。私はね、うん、たまーにやります。わー、あの、本を見ればできるんです、私。うん、ちなみにどんなもの？得意料理はあの、ソーセージとピーマンのピリ辛炒めです。すごい。ほんと、そんなゆかりんは？そんなゆかりんは、うん、得意料理か、うん、まあね、お魚さばくのが得意です。すごいじゃん。全然私のすごいなんて思ってないじゃん。そんなことない。ソーセージだぜ。だってなんかピリ辛炒めってなんか、まあそこが味噌なんだけどね。ね、うんうん、加わってるじゃん、いろんなものが。下ごしらえみたいな。まあ七味だけなんですけど。でも七味を使うところがまたいいです。色々入ってるからね。でもゆかり、魚をさばけるってちょっと意外だよね。私ね、うん、結構へいらっしゃい系なんです。割烹着系なんでしょ？そうなんですよ。もうすごい意外。うん、お、意外？うん、なんかゆかりんは毎日お菓子を食べてるっていうイメージだから。お菓子ね、うん、お菓子食べる方はするんですけど、うん、作る方は
全然できないんです。意外。本当に食べる専門。そうなんだ、うん、え意外。すごい意外。なんかだんだんゆかりん軍に近づいてきたね。うん、本当だ。うん、自然と近づいてきます。じゃあ煮物とかもできるのかな。そうなんだ。私はちょっと引き出していこうと思うよ、ゆかりん。へー、いやいや、うん、ちょっと意外だね。でもすごいいい奥さんになりそうだね。奥さんなのか、うん、旦那さんに近い方なのかわからないんですけど。へー、すごい、うん、でも本当そうだね、奥さんになれたらいいな。でも絶対声優でお嫁さんにしたいランキングに入ると思うよ、うん、どうですかね。いいよね、こんな奥さんさ。あの、うん、ご迷惑をおかけしそうなんですけど。ういちゃんは可愛らしそうです。え、どういう風に。なんかだってお家に帰ってきたらピーマンとソーセージのピリ辛炒めが待ってたりするんですよ。そうだよ、毎日作るからね。そう、すごい。なんかエプロン着て、うん、今日もピリ辛炒めやってたりとか。そうだね、そうなるだろうね。もうすごい、うん、たまらない。あ、ほんと、あ、嬉しい。そんな風に。まあ、他にはなんかあとはね、卵系かな、やっぱり。わー、卵はかわいい。便利だよね、やっぱり。オムレツもそうだし、絵とか描いちゃうんでしょ。絵とか、うん。そうだね。そうだね。うん、描かなかった。描かないだけど、描かないんだ。スクランブルエッグもするし、ゆで卵もするし、最近はね、卵焼きもできるようになったりとかして。へぇ、うん、なかなかこう、くる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 するの難しいでしょ。どうした。なんで笑ってるんだ。可愛いと思ってなんかうん、難しい、あれね、うん、意外とこう、くるくる。えぇ、バカにしてんのか。してない、ごめん、ごめんね、ごめんね。私も全然、だって卵焼き、卵焼き、もう、スープ作ってないや、全然。あれって、結構、お砂糖にすると すぐ焦げちゃうんだよね。あ、そうなの。そうみたいなんだよ。私は砂糖入れないんだけどな。あ、じゃあ、じゃあ、あの、だしとか塩と。そんなん使ったっけ。あれ、醤油と、なんかみりんとかだよね。あ、ねえ、そうです、そうです、ねえ、ねえ、そうそう、よかった。でも、私でも真剣にね、最近、うん、やっぱお料理を作れないと、結婚できないと思うんですよね。そうなんですか。やっぱお男性は嫌でしょ、きっと。ね、作れないとさ。だから真剣に最近お料理教室に通おうかなと思っているんです。今後のためにね。お料理教室って楽しいみたいだよ。楽しいんだ。え、行ってんの、もしかして。ゆかり、私最近行ってんの。行き始めたんです。ちょっと教えてよ。楽しいんです。楽しいんだ。え、お料理教室ってさ、うん、結構主婦の方が多いの。そうですね、うん、私が行かせていただいたところは、うんうん、なんか主婦の方もいるし、うん、結構若い方も多いんですよね、うん、え、でもさ、うん、レベル1からこう9とかまであるの、やっぱり。うん、うん、なんかあるみたいだけど、うん、なんか子どお子さんとかも来てるんですよ。私そこに参加した。もうね、かわいい。え、お子さんの衣装とか着て参加してて、かわいい、それ。なので、私本当に切るところから始めないと多分できないんだよ。うん、ついていけないと思う。え、ピーマンのピリ辛炒めは。あ、でも切れるんだけど、こうゆっくりゆっくりこう安全に安全に切ってるから、こうトン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 ってやりたいじゃん。うん、かっこいいよね。かっこいいよね、イタさんっていう感じで。そう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 。ああいう女になりたい。ゆかりん、ちょっとお料理教えてよ。私教えられるほどかな。え、あとは何ができるの、お魚と。あとはね、うん、あの
あのイワシのつみれ焼き、つみれ汁すごい難しいよ。あれは結構あの使わないんですよ、包丁を。使うんです。使いました。なんだよただお魚をさばく、うん、あの初心者の時に、うんうんうん、私これならさばけると思って指でそうさばくんですよ。指でさばく、うん、えなんかどういうことだ、柔らかいから、あ、ぐにゃってなるんだ。そう、これリアルに説明したら結構あれなんですけどへえ、うん、なんか早くもうすぐスッとできるので。そうなんだ。骨から取って、しかも骨を上げて骨せんべいとかにもでき、あーすごいかっこいい、すごい。もうあの、うん、お魚さばく最初の時はおすすめです。じゃあまずはつみれ汁からだね。ちょっと私も頑張ってみる。初心者でも美味しくできるんですよ。あ、そうなんだ。なんか私ちょっとみんなに聞いてみたいなと思うんだけどさ、リスナーのみんなに何を作ったら一番喜ばれるのかな。あね、ですね、うん、食べたいものって、ね、うん、をちょっと聞きたいなと思います、ね、メールとかください、ください。はい、というわけで、うん、まだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。マカデミラジオ、クイズスケッチワッショイ。スズホは普段スケッチブックを使って他人とコミュニケーションをしています。ということでこのコーナーでは2人にスケッチブックを使ってクイズに答えてもらいます。毎回ですね、どちらかに簡単なクイズを出します。そのクイズを出された方はそれを絵や文字を使って30秒間でスケッチブックに表します。ただし問題文に使われている言葉と正解の言葉は書いてはいけません。回答者はそのスケッチブックの内容だけを見て答えが何なのかを当てます。そうなんですね。早速いきますかね。行ってしまいますか。はい、ではゆかり目隠しを、私が、はい、させていただきます。はい、借金。ではクイズです。ここでリスナーの皆さんにだけこっそり問題を教えちゃいます。今回の問題はペンネームショルダーアタッカーさんからいただきました。ポパイが食べると強くなるものは。ウイちゃんの絵がまたまた、これはセンスが悪いなんですよ。なるほど、わかりました。ゆかりん大丈夫でございます。わかりましたか。うん、それでは早速ゆかりん大丈夫ですよ。もう、あ、じゃあシャキン、かわいい目が出てる。それでは早速描きたいと、葉っぱみたいな描きたいと思います。はい、なんだろうな、なんかこのコーナー楽しいね。楽しいねお絵かきコーナーあと何秒、何秒でしょう。あ、あと15秒。早いですな。これでも当てられた試しがまだないんですよね。どうしましょう。あ、これ超できた。わ、ゆかりん、なに、これはいけると思うぜ。本当に、うん、じゃあちょっと見せてやるよ。やったねじゃーん、なーに、ゆかりん、これほら似てるんだけど、すごい。しかもこっちだよ。これって書いてある方。そう、これって書いてある方です。なんだろう、ここら辺のポイントなんだけど、感じ、羽、羽じゃない。違うね、ほら、この人物に注目。こんな人覚えてないよ、覚えが。え、キャラクターですか。まあ、そういうことになるよ。キャラクター、ゆかりも出会ってアニメにもなってるよ。なってる。え、ほら、岩木さんの、岩木さん、岩木さんじゃない、日本人じゃないと思う。日本人じゃない。あ、見て、この口元に葉っぱじゃないよ、それ。なんだろう、パイプ。おーっとゆかりいけるんじゃない。パイプに、そして力こぶに、これだよ。これは、あ、土管。
ちらでした。なるほど、ポパイさん。ポパイが食べると強くなるものはほうれん草。ほうれん草だったのです。ドラム缶じゃなく、じゃあこの先っぽの方がほうれん草かな。これ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 、あ、それだよね。え、そのなんか元にあるものはこれ何元。うん、その四角いやつ、これこれはラベルです。これがドラム缶に惑わしたんだな、こいつが。ごめんなさい、ゆかりん。うわー、そっかそっか、ラベルが、あー、そっかそっか、惜しかったな、惜しかった。これいけそうだったんだけどな。ねえ、わかるわかる、わかった。あー、でもだん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 と分かってきたね、右脳のパワーが。はい、じゃあ、ゆかりんぐに、ゆかりんぐもやらせていただけますか。はい、ゆかりんぐに頼んだ。あ、じゃあウィングに、ウィングじゃない、ウィングじゃない、ウィングに答えていただく。はい、じゃあ目隠しします。え、ここでリスナーの皆さんにだけこっそり問題を教えちゃいます。今回の問題はラジオネーム王子最高さんからいただきました。問題、古池や丸飛び込む水の音。あら、これなんかちょっと何でしたかね。四文字熟語ゲームしかして俳句。ゆかりんのそのなんでしょう、何が。もうゆかりん白紙だけど。じゃあ行きます。ですね、あ、分かった、分かったよ。あ、どうしよう、ゆかりんどうしましょう。全然わかんないよ。あれ、ごめんなさい。ゆかりん、さっきのサメにしか見えないけど、さっきの、あお、先週のね。それキャラクターっていうか、パッと見た感じでいいの？もうウイリンの、インスピレーションに。それはくちばしのような気がして、くちばしにお目々が2つだよね、きっと。違うの？でも動物だよね。動物で、鳥類でしょ、鳥類。鳥類、まあ飛ぶっていう、そんななんでもないです。鳥類、鳥類、鳥類かな。白鳥。ですね、あれ、これ私、うわ、答えが分からなかったんですけど、答え、ウイちゃん分かるよね。いや、ウイリン、私も分かんないっす。分かんないっすか。はい、じゃあなんとなく小池屋。あ、え小池屋買わず飛び込む水の音。何これ、古池屋。古池屋、買わず飛び込む水の音。あ、買わずって何、買える。昔のことで買わず。うわ、私買える飛び込む水の音、なんか勝手に想像したんです。あ、カエルだったの。あ、松尾芭蕉さんの読んだ有名な俳句だって。あ、俳句だったんだ。かまずね、分かんなかったです。勉強になっちゃった。勉強になったね。一回ぐらい当てたいね。ねえ、はい、というわけで、このイラストはですね、マカデミワッショイの公式ホームページの方にアップされていますので見てください。はい、さて、このコーナーでは皆さんから問題を募集しています。以上、クイズスケッチワッショイでした。2008年お祭りソング決定版。ミセマリア、宮崎ウイ、福井ゆかりのスペシャルユニット、マチュリが歌うテレビアニメマカデミワッショイオープニングテーマ、妄想ラップ。
11月5日 5PB より発売。テレビアニメマカデミー和書へ原作小説、ハイブリッド学園ラブコメマジシャンズアカデミー全9巻、短編集マカデミナリカル1巻から7巻好評発売中。ファミ通文庫マカデミラジオ、マカデミー1グランプリ。はい、ファルチェは普段は魔法の杖です。ということでこのコーナーは様々なもののナンバーワンを決めるために、そのものを召喚して、そのものになりきって相手を説得していこうというコーナーです。おーい。はい、ということで、はい、それでは今回も早速ものに変身していくためのテーマを紹介したいと思います。はいはい、こちらはですね、ラジオネーム担任 A さんからいただきました。ありがとうございます。かっこいいアルファベットといえば、これはもう一つでしょう。これは一つですね。ねえ、よし、うん、これはあれしかないんですけど、いきますか。じゃあいきましょうか。はい、せーの、 Z！やっぱ Z ですよね。置いちゃったってこと？もう説得する必要がない。なかったんだね。はい、では続いて、ラジオネームしゅんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。一番強い動物といえば、これもね、これはあれでしょう、あれですかね、うん、あれかな、うん、せーの、お父さん。え、お父さん。人間ありなの。動物だって思って、まあ含まれるんだ。生き物な、うん、お父さんかなと思っちゃったんですけど。なるほど、さすがです。はい、あ、じゃあゆかりんが、お父さんじゃん。そういうことになるよ、ゆかり。はい、ではお父さんを紹介してういちゃんを説得します。はい、いでよお父さん。ゆかりの父です。はじめまして。あ、どうもどうも。どうもどうも。はじめまして。はじめまして。いや、いつもゆかりがお世話になってます。あ、お世話していただいてありがとうございます。本当に、いやいやいや、ということで、はい、ういさん、はい、元気ですか。元気です。元気ですか。元気です。いや、本当に最近はね、うん、結構涼しくなり始めているから、そうですね、まあ心の暑さだけは忘れないで。いつもでもそのういさんの元気な姿を見ていたいよ、私は、ございますと思いました。これは説得ではないですよね。ありません。自己紹介ですよね。では説得、はい、説得です。説得いきます。ういさん、はい、いや、私はですね、はい、いや、昔からやっぱりこう子供、獅子は谷へこう落として、そして強くなってもらう、はい、という教えをですね、はい、ちょっとやってきた、きたというか、きたと言っちゃうとあれなんだよ。はい、気持ちは固まりました。あ、お父さん、今さっきすれ違って来てたんだね。うん、なんかいらっしゃってたよ。すごいなんか軟弱な感じのお父さんだったな。本当軟弱じゃないですけど。
んの気持ちは変わりましたでしょうか。変わりませんあのすごいいいよパパなんだよ、もうすごい好きなんだけど、こう父親とはこうこういうもんだみたいな、星一徹さん、星一徹さんだっけ、星ヒューマさんのお父さん CM でやってる、ああいうイメージの人、うそうそしてしまった。あーそっか、うん、お父さんね、うん、そういうところを隠してるお父さん、あ、実はなのに全面に出ちゃった出ちゃったね。ということで私の気持ちはライオンのままでした。お父さん、お父さんごめん、またはい、というわけで、ペンネームお好みさんからお題をいただきました。続いて、はい、まあ、なんだろう、秋の味覚といえば、お、はい、いっぱいあるね、これはいっぱいあるね、私も迷うな、まあ、なんかお腹空いてきちゃった、お腹空いてきちゃうねなんだろうな、あれかな、あれかな、私もせーの、さんまさん、松茸3がついちゃったよさんまさんだ、さんまかん、なるほどね、松茸も美味しいよね、美味しいよね、でも栗も美味しいなと思ったんだよね、栗も美味しいですね、よし、では私がよかにを、食べたことないけど、え、松茸、うん、食べたことないの、食べたことはあるけど、そんなに食べたことない、なるほどね、じゃあ私が説得したいと思いますでは、うん、たけちゃん、こんにちは、僕たけちゃんって言うんだ、たけちゃんさん、はじめまして、はじめまして、君はサンマ派なんだって、僕はマツタケなんだけど、マツタケってさ、こう1年に1回しか取れないだろ、そうですね、それで味とかもやっぱり椎茸に比べると格段上っていうか椎茸には悪いんだけど、まああいつも俺の親友だからさ、可愛がってほしいんだけど、うん、でもやっぱりマツタケっていうのはこう、なんだろうな、お金がないとなかなか難しいっていうかちょっと最後嫌な終わり方になっちゃいましたけど、変えちゃったちょっと出直してくるって、早っ、そうなんだ、なんかもっといっぱい話聞いてもっとね知りたかったけど、これはどうだろう、ゆかりの気持ちは変わったでしょうか、なんかすごいいい匂いがしてたから、うん、変わりました、ありがとう、ゆかり、ブースの中がもういい香りごめんね、ごめんね、大丈夫、大丈夫、あったかい格好してそのマフラー巻いてちょっと袖が出すぎちゃった、あ、でもそうなんです大丈夫、すいません、ねえ、うん、本当にマツタケの香りで香りが強すぎてくしゃみです、そうね、うん、でもそうだね、食べたいな、食べたいよね、ねえ、もう秋なんだね、秋だね、うん、なんかそういうこの番組でも食べれたらいいねなんか食べれたらいいね食べれたらいいよねキラキラ、はい、何か私が、はい、はい、ということで、うん、このコーナーは皆さんからメンバーじゃなくてナンバーメンバーを募集しているわけではないんですけど、ナンバーワンを決めてほしい、うん、テーマを、これからも募集しています、はい、どんなテーマでも OK です、お待ちしております。以上、マカデミワングランプリでした。マカデミラジオ、マカデミインフォメーション、
ここではアニメマカデミワッショイの関連情報などを紹介していきます。それでは本日の情報です。最初はテレビアニメの放映情報から。まずは10月5日より千葉テレビにて毎週日曜24時15分から放送、テレビ神奈川にて毎週日曜25時30分から放送。続いて10月7日より東京 MX にて毎週火曜日の25時30分から放送。10月8日からはサンテレビにて毎週水曜26時10分より放送。10月9日からはテレビ愛知にて毎週木曜25時58分より放送。10月10日からはテレタマにて毎週金曜25時30分より放送。最後が ATX、 10月20日より毎週月曜日は9時30分からと20時30分からの2回放送。毎週木曜にも14時30分からと24時30分からの2回放送があります。ただし編成の都合により放送曜日、時間、開始日が変更となる可能性がありますので、詳細は公式ホームページを見てくださいね。そしてお待たせしました。私たちのユニットマチュリが歌うマカデミワッショイオープニングテーマの CD がいよいよ発売です。テレビアニメマカデミワッショイオープニングテーマ妄想乱舞、歌うのはマチュリ。マチュリは伊勢マリアちゃん、宮崎ういちゃん、私福ゆかりのユニットです。発売日は11月の5日水曜日。振り付けも可愛いのでお家で一緒に踊って歌ってくださいね。そしてエンディングテーマもオープニングと同じく11月5日発売です。テレビアニメマカデミワッショイエンディングテーマパステル、歌は村田あゆみさんです。最後はゲーム情報。プレイステーション2のシミュレーション RPG エビコレマジシャンズアカデミーが10月2日発売予定です。マジシャンズアカデミーのゲームが廉価版で登場しちゃいます。遊び応え十分のシミュレーション RPG でマカデミーワールドを楽しんじゃいましょう。はい、ゆかりのモノマネしてみたかったな。似てた。似てた。じゃあもう一回やろう。以上マカデミーインフォメーションでした。ちょっと違うでした。でした。マカデミーワッショイ DVD 出るのである。初回生産分はブレイド書き下ろし特製ボックス、ブックレット、映像特典収録、しかも DVD 本編は吹き出しなのであるバージョン。マカデミーワッショイ DVD その1である。12月25日発売。メディアファクトリー。デビューしなきゃ始まらないラムズ声優養成所2008年10月生募集。ただいま無料体験レッスン実施中。東京大阪ともに特別講師レッスン開催。お問い合わせは東京0353682519ラムズ声優養成所まで。マカデミラジオもそろそろおしまいの時間です。私たちにスケッチで答えてほしいクイズはクイズスケッチワッショイまで。私たちにナンバーを決めてほしいテーマはマカデミマングランプリまで。普通のお便りは普通歌のコーナーまで送ってきてください。メールアドレスはマカデミーアットマークアニスタドット TV です。いやなんかちょっと嬉しい。ゆかりの違う一面を引き出してた気がする。ういちゃんのモノマネを私もうマスターする。マスターして私もゆかりをマスターする。勉強練習しよう。楽しい楽しいね、こうやって喋るのって。楽しいね、こうやって喋るのって。できるんだね、ゆかりん。できるよ。うわすごい。じゃあ私もそうだね。うんそうだよ。
なんかなかなか噛み合いづらいね。ちょっとね。でもなんか最近はさ、ちょっと寒くなってきちゃってさ、ちょっと風邪とかひいちゃった感じだよね。うん、なんかそのマフラーちゃんとしなきゃダメだなって思うんだ。似てないよ。ちょっと怖い。はい、そんなわけで難しい。ちゃん頭の回転早いね。本当？だってあのスピードで私、うん、あの心がついていかない。そういうこと？なんだ普通だよ。すごい。そうなんだ、ゆかりんがすごいと思ったよ。ダメだ、私話したいこと忘れちゃうよきっと。すごいと思う。すごい。いや、うん、練習しよう。私も練習しよう。どう、ね、いつか、ま、完全マスターしたいよね。そうだ ね、もうリスナーさんもわかんないくらい、わかんないくらい。ゆかりんも言いそうなことも言えるようになりたい。うん、うんうん、なりたい、うん、マスターしてよ。うん、ちょっと練習する。ハクション。でそんな可愛いかな、ハクション。可愛い。ありがとう。うん。はい。というわけで、ね、あっという間。あっという間。でしたけど、うん、皆さんも風邪いかないように。そうそう、気をつけて。ね、うん、寒くなり始めましたので。はい。というわけで、お相手は宮崎ういと福井ゆかりでした。また次回もマカデミーワッショイ。